はい、お疲れー。はい、お疲れー。あー、うめ。結構キャンプしてる人いるね。いるね。年末だけどね。家族連れが多いね。うん、まあ、ここ家族連れしかいない。ここは遊ぶ場所があるから。あ、そうだね。遊具とか、うん、バスケットコート。はいはいはい。キャンプここしなくても、うん、遊べる。あ、そうだ、デイキャンがね、多いらしい。何味？塩。あ、そうや、塩だれ。おいしい。うん、そう、そういうやつに使うやつ。うん、お好み焼きじゃない。違う違う違う。これもうね、鉄板の下に受け皿があるから、こんな感じでできるからめっちゃ便利。しかもこれ斜めになってんじゃん。はい、油が落ちるでしょ。そうそうそう、めっちゃいいよこれ。ほんと焼肉。ただこれもう一回シーズニングしないとね。シーズニングがちょっと甘かった。甘かった。僕がおすすめなのは、うん、大根おろし、トポン酢。大根おろしとポン酢だったら最強だね。うん、買ってきて。しなす。こういうの見ると落ち着かない？ああ、わかるわかる。わかる。揺らいでる火ね。そう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 。だから焚き火とかも。そう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 。ずっと見てたいよ。これいいでしょ。うまいわ。では今日はこの辺で。まだまだ飲んでね、酔っ払ってシュータを晒すわけにいかないんで。はい。では動画は以上となります。じゃあね。